しんどい、疲れた。疲れてんの？疲れた。皆さんこんばんは、あやさんです。サイソンスクです、よっちタイムです、よろしくお願いします。かなり疲れてるということで、そんな時はこれですよ、ユンケル。いや、まだ出してんやつまだ出してんや、ユンケル、まだ出してんや、ユンケル、ユンケルローヤル C2 っていうやつとユンケルローヤル V っていうやつと C2 でいいかな。いや、V がいい。なんでV の方がかっこええやん。いや、俺は V や、じゃんけん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 、俺青が好きって言ったやん。あ、じゃあこれでいいよ。いや、じゃんけん、優しいやつ。でもじゃんけんしよう。なんでの。いや、わかる。じゃあ俺、あの、ほんまにあれ、こっちがいい。じゃあ、いや、いいよ。いや、優しい。いや、どっちもよ、どっちがいいかとかわからんから、どっちもいい。俺もわかれへん。なんか、俺、青が好きやん。俺、赤の方が好きやん、こっち。じゃんけんしよう、じゃんけん。いや、もう嫌や、じゃんけん。佐藤製薬さんですよね、これね、ユンケル一度が CM してるやつよ。いやー、田中製薬さんか。いや、佐藤やお前、開けんの下手くない、開けんのこれぞ、中、中、C2 何が入ってるの、ロイヤル C2 って。ロイヤル C2 はロイヤルと黄精流エキス 1000mg、ロイヤルゼイ 200mg、 ビタミン C 500mg、 人流エキス、ジオ競争、虚弱体質、西洋サウ。いや、もっとしね、あんま飲むよこれ。いや、俺あんまこういうの飲んだことないからさ。俺も飲んだことない。ちっちゃいやつ。サイズは？サイズ見してよ。どんなんか。ユンケル。ユンケル。いただきます。ユンケル。分かったよな、おっさん。あ、お前が黙れよ。黙れよ、お前。いやいや、お前、お前、お前返せよ、俺がやるよ、俺やんけ。お前、おい、やるやるやる、俺のユンケル、俺のユンケル。お前、頭から勝ちまんぞ、お前。ほんなら、ほんなら痛いって言う。やめろ。痛い痛い、もうやめろ、早く飲めよ、もう何してんのお前、ほんま佐藤や、ほんまに。いただきます。うわ、すげえな、でもまあ、飲めんことないな、全然。ちょっと、取らして。うわ、こっちやばい、マジで。こっちはまだまし、ちょっとだけだ、飲んでみ。こっちすごいな、匂い、どうやら部位。うわ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 やばうわちょっとうわこっちやばい、喉痛い、こっちやばいってロイヤル部位マジでほんますごい、それ喉痛い。うわそれやばない、あそれやばいよね。うわユンケルやば、ユンケルすごいな。うわえちょっと待って、ユンケルやばない、やばい、いる、まずい。うお、いや、こっちまだマシやわ。それ半分飲んだから半分飲めよ。いや、こっちマジでまずい。うわ、まずい。もうなんかあの、なんか飲んで、うブルって震える感じわかる。なんか効くやんね、こっちもね。うわ、気持ち悪い。喉が痛なるな、この部位な。うわぁ、まずいな、これちょっと。まずあ、まずい。まずほんまにまずいな。需要競争ですけど。え、ちょっと待って、今何で分かったの。いや、お前がマンスで飲まんかったよ。で、俺に飲ませたよ。うん、いや、なんかいや、あの、最近ってやっぱりそのエナジードリンクみたいに流行ってるじゃないですか。うん、でも結局、こっちはユンケルがそっと、なんでなんでなんで叩いたんや、おかしい。あ、いや、しゃべる。こうね、エナジードリンク流行ってるじゃないですか。ただやっぱこのユンケルみたいなやつとか、やっぱり効くような気がするんですよね、やっぱり。うん、ユンケルね。めっちゃまずいね、これ。いや、もう今ちょっともう、なんかほんま、なんかちゃうもん飲みたいな。めっちゃまずい、これめっちゃまずいです、V、うん、めっちゃまずいけど、なんかでもその効くような感じするやん、やっぱり効くような感じする、やっぱまずいもんの方が効くもんな、うん、なあ、エナチュラルからやっぱこっちよ、うん、高いけどな、これが多分ユンケルってだって1000段もするやろ、辛い高いユンケル。アマゾンでやったらこのロイヤル C2 は、うん、6本で2440円とか、高え、1本400円ぐらい、20本で5960円、まあ1個300円ぐらいか。ちょっとこっちの方が高いね。そうやな、 C2 の方が高いな、溶かせる。まああんま変わらんねやろうけどね。 V2 の方がなんか見たことないけどな、こっちはよく見たことあるけど、ユンケル、うん、赤、こっちの、こっちの方が見たことあるし、これあんま見たことないけど、でもこっちの方が高そうな感じで、なんか金色でなんか、いや、これも金色やけどないや、違う、ここは違う金色や、ここはこれがユンケルローヤル V。 いや、これも田中のとこほら金色、佐藤親言うて佐藤親言うてね、うん、鈴木が金曜すもんね、こっちはね、田中へ。いや、ややこしい、もう二重に間違ってきてる。いや、すごいな、これほんま。ちょっと予想以上ですけど、なんか喉にガッ、まあ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 、使う時はやっぱユンケルとか、うん、そっちの方がいいと思うんで、僕はすごいおすすめです。
前ほとんど飲んでへんやんか。何がちょっと聞いてきたみたいな感じだし。まあ、まだ言ってへんわ、そんな聞いてほしいな。そんな聞いてぜひあのユンケルで飲んでみてほしいなと思います。では、ほんとはこの辺で、ありがとうございました。ほんまに思ってんの、ユンケル。いやいや、思ってる、思ってる、思ってるやんか、それ。まずい、まずい、あんたに。いや、まずいから聞くやん。ほんまに思ってんの。まずいから聞くんやって。ほんとにありがとうございました。もしくは、キングスーツのぜひ、グッドボタン、まだチャンネル登録お願いします。こちらでは、ツイッターも配信しております。ツイッターの方もぜひ、フォローよろしくお願いします。